はい、皆様こんばんは、ターキーです。それではファイナルファンタジー4ジアフターの続き、地下渓谷からやっていこうかと思います。今地下渓谷の8階ですね。これはまた、これまた隠し通路が満載のところっぽいですけど、セーブポイント一旦スヤーしまして、イベントあるかな。師匠、シド師匠な、なんじゃ敵襲か。私です、師匠。おお、ルカか。驚かすではない。こんなところでよく寝れますね。な、何を言うんじゃ。こんな時だからこそ眠れる時に眠っておくんじゃ。さすがは師匠。亀の甲より年の甲って何を言わすんじゃ。今の動き面白かったな。それより師匠、私たちの知識が通用する相手なんでしょうか。この月は。何？この月自体、誰かの手によって作られたものじゃ？まるで巨大な船のような。よく気づいたな。ゼシルさんたちはともかく手に負える相手なんでしょうか？私たちの。自信を持て、お前たちの時代じゃ。師匠、もはやわしよりお前の方が知識も腕もはるかに上じゃ。セシルたちは確かにすごいが、お前やセオドア、若いもんは無限の可能性を持っておる。あ、はい。お、カルコ・ブリーナが現れましたよ。カルコ・ブリーナ。ん？ちょっと調子が悪いようじゃな。ちょっと本調子じゃないみたいで。どれ、見せてみろ。と、それはダメです。なぜじゃ。お、この子たちは低い手と違ってデリケートなんです。いつからわしにそんな口を聞けるようになった？前からです。お前のような弟子にはまだまだ時短を打たせんわい。さっきと言ってることが全然違うじゃないですか、この頑固師匠。あれ、カルコブリーナがちょっとおかしくなったか。やめんかーいってなったか。あ、なんかショートして壊れちゃった。あ、早いとこ修理せにゃ。はい。シド・ルカ・カルコ・ブリーナはバンド技完全体カルコ・ブリーナを覚えた。なんじゃそりゃ。ああ、なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃです。面白いバンド技やっぱ多いですね。ちょっと使ってみたい気もしないでもないな。別にセーブデータ取ってこせ。よし、からの続き進めていきます。クリスタルがあるぞ。うわー、めっちゃ緑、超緑。待ってよ、一旦ちょっとチェンジしまして、蹴りが通るかな。やっぱ通らんか。リカバリーロッドで回復して、シクスのロッドで全滅はできる。回復系打たないとダメなのかな、もしくは。そういうわけでもない。そういうわけでもないけど、星屑のロッドで、だけではやられない。ライグラでちょっとヒットポイント見ようぜ。251。炎に弱いか。炎に弱いんだったら、ファイラとかだよね。
だけどターキー氏は MP 節約のためにもしくずのウッド使うよ。ボス戦が目の前っぽい。オッケーオッケー。さあこのクリスタルには一体何が秘められているんでしょうか。あの野郎か。お、この絡みつくような気配はしてんのか。どこだ、出てこい。感じる視線を。お、カイナッツさんが現れたよ。ええ、また会えるとはな。うわ、めちゃくちゃ攻撃力高い。ちょっと待って、プルテスはないか。ヘイスト、レオノーラにかけておいて、チャクラでセオダ分回復して。プルテスはプルテスかブリンクか打たないとちょっと厳しい。リカバリーロットで回復。アラモはちょっと待機しててもいいかもしれないな。ハッタリで魔力上げておきます。魔力アップからのジャンプ。やはり強い。いいね。天気です。弱点をついた。エクスポーションで回復してた方が良さそうな感じがする。サンダラが、あ、サンダラ覚えてないのか。サンダラ、ライブラーはやっぱり無理か。ブリンクでちょっと分身状態になるのもありかもしれない。ゼロ、ブリザガとか効くのかな。あ、サイルスでカウンターか。ミスった。ポイズンはどう？ミスか。バイオの方がいいか、そんなこと。なんかプロテスの意味があんまりないような気がしないでもない。ブリンク。待ってね、ヘイストがあれば。ヘイスト覚えてないのか、レオノーラ。暗殺ブリンクをかけておいて、バイオって。バイオは効くね。沈黙状態になったか。よしよし。カイン君はジャンプで攻撃してもらって、ブリザが効くかやってみようかな。ブリザが通るか。自分のブリンク、うわ、だいぶ効いたわ。よしよしよし、いい感じいい感じいい感じですぞ。水を集め始めた。ここはサンダー系の方がいいのか。あ、津波打ってくるの早すぎ、打ってくるの早すぎだよ。いっそー、マジか。ちょっと待って、変入でレオノーラ回復してからのエクスポーションで
アロムがもう虫の息だけど。早すぎるんよな、ゲージが溜まるのが。うわ、マジか、もう？ジャンプでちょっと脱出。これでどうにかならないか。防御体制に入った。うわ、危な。エアルラで、アンシラ回復、チャクラで。あ、回復するのがここで攻撃すると。まずいね。ここは待っていた方がいい。厄介だなぁ、四天王。うわ、っていうか、防御体制に入ると、まずいな。なんか魔法を打たないとダメか？エリザが。8000も回復しやがった、こいつ。許せん。その分攻撃してやるぜ。この時にブリザーがあったらどうなの ?2596。あ、ダメなのか。これは回避できない。ちょっと待って。セオダー君が、回復しないと。チャクラで。やっぱサンダー系をここで打たないとダメなのかもしれない。津波発生。でもちょっと威力が弱くなってるな。で、防御耐性か。防御耐性は下手に動かず。ここでバイオ行ってみる？189インスト、アロム君にかけて、8000回復するの痛いな。ブリザバ、解除されたか。今が攻め時である。で、また防御状態か。カウンターで回復なのか。回復のペースが速くなってきてるような気がする。焼き紙にしてやんよ。地獄か。そうか、俺は眠りを妨げられたのか。クッカッカ、また眠れる。これでやりましたよ。お、ファイが覚えた。ファロム君がありがてー。すごい奴らだ、相変わらず。今のも父上と戦った相手。どういうことだ？なぜクリスタルはかつての敵たち？確かにね。次はおそらく風の。あ、あんなのと戦っていたのね。ハロもあの頃から。よし、一旦帰ってちょっと休みましょうか。ここからですね、下っていきまして、セーブポイント。で、休みます。
ギルバート君がハープを奏でている。A か春か。こんな時にですが、歌を聴かせていただけないですか。詩かな。詩を A。 ほんと唐突だね。私は盾ごと置こうかと思って。え、心に迷いがあっては詩は歌えない。迷いですか。吟遊詩人とは過去の思いを紡ぐもの。でも私は自分の過去を肯定できずにいる。今でもね。それでも良いのではないでしょうか。え？皆陛下の詩に癒され、教えられ、勇気づけられました。この私も。ある。陛下は、今というこの瞬間をすべて否定なさりたいのですか？そういうわけじゃない。ご存知のように、先の大戦で私も両親を失ってしまいました。でも私は生きる希望を見出せました。あなたの死で。ある。少しでも過去が変わっていたら、その時の今はこの瞬間とは変わっていたでしょう。だから、そうだね。バンド技覚えんのかい。覚えんのかーい。さてさて、なんだかんだでセーブポイントを乗り越えて、クリスタルがあります。ってことはボス戦かな。竜巻？あの女か。この空気の流れ、トルネド。大気に怒りと憎しみが。風の中心に紙？バルバリシア現れましたね。また貴様と戦うとはな。ジャンプ。天結。戦う。風をまとったね。ちょっと待ってね。フロックスでちょっと。防御力上げといてからのバイオっていうか。シェルの方が良かったかもしれないけど。結構通るな。あ、そっか。黒魔法が強い月齢だからか。トルネードは痛すぎるよね。あ、ジャンプで解除できるね。弱点をついた。エクスポーションで。バルバリッシャの弱点ってなんだ。ところでアイン君をジャンプしておいて戻って、ペーストを、むしろスローって言ってみるか。相手にブリザワード。ホールね、結構ね。ジャックだと回復。ジャンプ。まあ今戦うの月齢、戦うが弱い月齢にしてるから、ボスの攻撃もそんなに通らないですよね。もうブリザは結構通るな。一応シェル打っとこうか、念のため。覚醒セオドア君になってみよう。よし、いいぞ。いい流れ。ジャンプ、ナイス。セオダ君覚醒やで。アイテム、リカバリーロット。ジャンプで、ファロム君は
ブリザコイです。鉛筆で回復、あ、チャクラか、チャクラで回復。あとはそうですね、でも打撃だからブリンクの方がいいか。分身の術いいね。ブリザガはよく聞くだろう。私はそうだ、四天王。あれ、自分で自分の飛んだ禁止にしたってこと。礼を言う、おかげで自分を取り戻せた。分かっている、だから止めたのだ。お前はやはりカイン。カイン君がいるとちょっと特殊な演出が入るのかな。さらばだバルバリシア。四天王にもあんな綺麗な人おーい、瀬尾田くん、しっかりしろ。風のバルバリシア見せてもらったぜ、その戦い。あんな美しい人が。敬意を表します、父上と戦った相手として。やっぱなんか、お、グングニールが入っていた。あれ、ひょっとしてさ、俺、カイン連れて戦うと特殊な武器が手に入るのか。いや、それはないのかな。ちょっと調べてみようか。んー、それはある？ありますこと？多分ないと思うんですけどね。バルバリシア。いや、それはなさそうだな。あ、ボスを倒した後の宝箱から出現する。ああ、出現するんですね、これはね。さっきの賢者の杖と賢者のローブも倒した後に出現する宝箱。ラジャー。オッケー。ちょっと念のためにここで休んで。エッジ殿か。さすがだな。考え事か？未だこの隙を止める手立てが見つからぬ。それに、セシルもあの状態か。だが私は信じている。セシル殿のことと必ず己を取り戻すと。ああ、みんなそう思ってる。しかしあのセオドアも随分と立派になった。あんたの娘もな。いやいや、まだ修行が足りぬ。何、あの子がいりゃファブールの未来も安泰さ。ファブールだけではない、大地のためにも早くこの月を止めねば。だな。エッジ殿、エブラーナはいかがされるおつもりで。そなたもエブラーナの王、その血を絶やしては。おいおい、あんたまで爺みたいなこと言うなよ。あいにくと夢を見る年でもない。そうですかの？王が夢を見れぬ国では民も幸せになれませぬ。かもな。いいこと言うね、やんね。おぼろがかり。
おお、エッチとヤンがバンド技覚えた。よし。加減の月になると今度は打撃が強くなるね。エッチ君。エッチ君一人にして、並び替え。真ん中に持ってくる。で、装備をちょっと、村雨と菊一文字でいいやら。黒ずき、レッドキャップ、防御力上がる、炎半減、炎半減。よし。悪魔の攻撃が強い。ルーンの指輪じゃなくて、そうですね。魔法防御もある程度あった方がいいんだけど、ルーンの腕輪の方がいいか。カリスマ、魔法防御がだいぶ上がるなぁ。カリスマンの方が、カリスマンの方がいいかもね。よし、これで一旦セーブしてから進みましょう。さあ、次の視点は、途中で敵出てない、出てもらわないで、出てもらわないでと言われもあれだけど、出やがったな、ついに。お、ヒットポイントと MP が回復した。ハイポーション使った意味。エッジ一人で挑みますか。もちろんよ。ここは俺一人でやらせてくれ。無茶は分かってる。俺のわがままさ。誰もいないのに。わざと一人にしたのに。誰に話しかけとんねん。マイル。ルビカンテ。ルビカンテってなってるね。とりあえず、ブンドル。盗み損なった。うわ、パイが痛いよ。423か。なんか光のカーテンか月のカーテン。ぐー、私は私だ。もうこれ反射したら回復しちゃいそうだから、ね、このまま行こうか。ちょっと待って、ヘクスポーションで回復。あの防御体制に入ってるから多分攻撃してもあまり通らないと。クワ、何をしている。火炎瓶。攻撃してみた方がいいか。倒せ私を。エクスポーションで回復します。今使わないんで、いつ使うんだ。戦う。カウンターでファイが痛いね、でもね。レッドキャップ様々ですね。忍術で。弾薬。エクスポーションの方がいいか。私は私だ。一旦エクスポーションで回復してから、ちょっと途中で分身を挟みたいんですけど、うまいこと立ち回りができるか。分身。いいね、いいね。もう一回分身しとく。倒せ私を。次戦う。めっちゃよしよし。決まった。この時に攻撃するとどうなるか。
攻撃はダメージ与えられるけど、カウンターでファイトか。普通に攻撃してもいいかもしれないね。何をしてみる。スポーションで回復。回復と分身使って、あとは攻撃していこうぜ。お、自分のファイが使ったで回復しちゃう。やっぱりやっぱ回復するんだね。リフレクは禁物ですね。そんな、そうだ、それで回復するんかい。てめえ、ふふふ、手に入れたか、真の強さを。お、回復してくれた。止めるのだ、この月を、全力で。自ら散っていったよ。悔しいが、まだまだてめえの方が上手だぜ、ルビカンって。炎のマフラー、エッジ一人で戦った時にゲットできる、装備品ですね。あれ、炎のマフラーって、あ、ほうほう、魔法防御10はありがてえな。炎を吸収する、うまくない。レッドキャップで炎を軽減して、タリスマン外して、ルーンの腕輪にしておこうかな。30、ヘッパーリストも、ヘッパーリストも捨てがたいんだけどね。タリスマンにしとこうか、魔法防御上がるから。一旦ちょっと戻ってセーブしたいです。っていうか、元のパーティーに戻したいので一旦戻ります。セオドア君と、カイン君はここ、アロムがここ、アーシュラがここで、レオナがここ。元に戻してセーブしますよ。そして、何でサインくるかい。先に進もうかな。グッドクイートすぎる。地下渓谷11階まで来ました。ちょっと待ってくださいね。なるほど、ちょっとキリがいいので今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。